よう、ケンゴ。東の兄貴、やっと連れてきてくれたんすね、八神さんを。あ？落ち着け、大丈夫だ。俺に何か用でも？親父の仇を。八神さんなら知っていると聞きました。つまりモグラの正体をですよ。俺らにも教えてください。仇を討ちたいってことか？討ちたいんじゃなくて、討たなきゃダメなんですよ。俺ら極道なんすから、ぶっ殺してやらねえとさ。お前らには無理だよ。んだとこら、俺が何言っても納得しやがらねえんだ。そんなの俺にどうしろって。弁護士だろ、いい感じに説得してくれ。うだうだ話してたってしょうがねえ。モグラの正体言ってもらうぜ。言えねえなら言いやすいようにしてやるよ。おい剣豪、松金組は俺が立て直します。もう兄貴を引っ込んでる。正体が知りたきゃ教えてやるよ。え？おい、誰だ？カムロ将、組対の黒岩だ。でかっかよ。でもな、そいつだけじゃ終わらない。黒岩を道具に使った連中はまだ別にいるんだ。そいつらはヤクザの暴力で潰せる相手じゃない。ふざけんな。俺は今度裁判で連中の黒幕と対決することになってる。お前なら黒岩もその黒幕も潰せんのか。俺は15の時からおやっさんを本当の父親だと思ってきた。付き合いもお前らより長い。だから親父の敵討つ役目はさ、ひとまず俺に任せてみねえか。八神、世話かけたな。いや、あとはよろしく。